ちょっともし今度コラボするとなったら徹底的にやります。頑張ります。ちょっとビジネスちゃんとちょっと無知やってるように頑張ろう。じゃあ皆さん改めまして、こんにちは。こんにちは。徳島学店にアイドル活動をしています中学2年生13歳のゆずぴこと柚月です。よろしくお願いします。水分も全然取ってなかったので一回水飲みます。はい、お待たせしました。はい、じゃあね、早速もう1曲目歌いたいと思います。それでは聴いてください。だって君の彼女なの。おやすみ、いつも
ロコパじゃない、デカフェスか、デカフェスはね、あのいつも新衣装とかで毎回来るんですけど、今回の衣装どうですか？ありがとうでね、ちょっとこれさ、袖めっちゃ熱そうじゃん。そう、あの本当最初買った時、買おうと思ってた時の画像がすっごいね、腕のこの素材すごいね薄くて涼しげだから、なんかこの日にちょうどいいかなって思って買ったんだけど、届いたのがこれでめっちゃ袖熱そうなんだよこれ。そう、めっちゃ暑そうで、で今雨降った、終わったよね降り終わってるからさ、めっちゃジメジメしとるやん。それだけね、もうこんな暑いどうしようって話をちょっとお母さんとしてたんだけど、解決策にね、ちょっとねパピーに買ってきてもらったんだ。あの瞬間爆冷スプレーっていうこれ買ってきてもらって、で売れ背中みたいな感じでねやってたんだけど、これ瞬間スプレーだから持続あんましなくて、いやめっちゃ暑いのだからね、あの暑いっていう人はね、あの物販来てください、かけてあげます無料無料。そう、さっきね演者さんたちにかけにめちゃくちゃ言っとったみんな暑い言っとったけん、はい、ちょ、お母さんかけていい、暑いかけていいですかあの、置いて大丈夫、シュールのとこをお見せして申し訳ございませんはい、で、あ、そう、言い忘れてた、あのスプレーね、石鹸の匂いだからめっちゃいい香りするんだよおすすめ。はい、それではね、次の曲に行きたいと思います。次の曲はですね、小沢さんの、死ぬこと以外語る傷です。聴いてください。死ぬThank you.
ございました。だってジメジメすごいだけいつもより本当に顔に汗ぶっかく、タオル持ってくればよかった。あ、くれる？くれる？くれるならちょうだい。投げる？ちょっと待って、予想外すぎるか、それは。ちょっとごめんなさい、当ててね。ちょっと水飲みます。だって今の手拍子って何なの？口知らんのだけど、それで、はい、でね、はい、あ、そうだ、そう、前か、この前のね、前回の、デカフェスのね、帰り、まあ、いつもな、通りにあの高速道路走って帰ってたんだけど、まあ、私はあの優雅に後ろで寝てるんだけど、パジャマに予想と着替えて、そう、寝てたから、ちょっとあの知らなかったんだけど、途中でなんか、パーキングエリアでね、あのお母さんとパピーが、休んだらしくて、で、何なんか飲んだの？何か飲んだ？お茶？なんかね、お茶飲むときにあのここにあるポシェットをなんか隣に置いちゃったらしくって、で、置いたこと忘れてそのまま車乗って家まで帰ってきちゃって、帰ってきたな。そう、帰ってきて、そしたらなんかお母さんがすごいそう、なんか焦った感じで喋ってるけん、なんかあったんかなと思って、まあ、寝起きな時にも頑張って耳すばし聞いちゃったら、あれポシェットがないあれみたいなことずっと言って、で、あーパーキングエリアどっか置いたんだろうなって寝起きやけめっちゃ冷静でね、そう、うんとって、で、ちょっとね、電話とかしてどこにあるか聞いてみたいな感じのことして、そしたら優しい方がなんかどこに届けてくれたとか忘れたけど、なんかね、吉間だっけのところになんか届けてくれたらしく、無事はポシェット帰ってきました。若さんちょっとね、最近ね、あのボケボケが増えてるのよ。大丈夫？お母さんボケボケ増えてるけど大丈夫？大丈夫じゃないって。ちょっと認知症ならんようなあの本買っとかなあかんな、これ。はい、それじゃあね、次の曲に行きたいと思うんですけど、次の曲はですね、キューティーハニーを歌おうと思うので、皆さんハニーファッシュのところをね、一緒にやってくださると嬉しいです。いけますか皆さん、キューティーハニーじゃない。ハニーファッシュやってくれる？やってくれますか？はい、許してあげよう。ちょっと待ってね、目についた。はいはいはい、お待たせしました。それじゃあお願いします。
さんにも出ますのでね、よかったら皆さんお祝いに行ってあげてください。ちょっと私もしっかりお祝えるように祝えるように頑張りたい。お祝えるようにとおかしいよね祝えるように、ね、頑張りたいと思いますはい、それじゃあね、これで告知は終わりますそれでは次で最後の曲になります。今来たばっかりずっとおったありがとうございます。はい、最後はね、いつも歌ってるドテーマのスタジファッションって曲をね、歌うんですけども、みほちゃんどうだい、来るかい踊り来るかいね、してほしいこと、まあいつもやってるんだけどね、ちょっと毎回言うと思います。で、スタジファッションで、ね、してほしいことが3つあって、1つ目は最初に、ただの友達に見えるのって言ったらゆずぴーって言ってます。ちょっとフライングでもありがとう、大好き、ね、で、それが、1番に2回と2番に2回ずつ、あります。で、そう、その次にサビで育ちのポーズがあるんですけど、育ちのポーズは親指、人差し指、中指を動かしてください。こんな感じです、こんな感じです、できたかなで、育ちのポーズにしたら上でちょっと一瞬きつなかったよねやってして上でぐる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 回してくれると嬉しいです。それキツネです結構みんなね、キツネ にするのこれはい、ね、で、最後の方にね、コーラーのレスポンスがあって、私がズキって言ったら、皆さんズキって言ってください。ドキって言ったらドキって言ってください。ズキドキって言ったらズキドキって言ってください。できますか？はい、できますか？はい、おおびっくりした。カモン、カモン、カモン、おいで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 、みひろ入りまーす。イエーイやったーみひろさんですね、歌詞は分かんないんですけど、ズキ、ドキとか、ユーズピーとか、みんなでね、一緒に楽しもうと思ってるんで、頑張ります、ね、念願だよ、念願の急に来てくれるやつだよ嬉しいね、全然覚えとるとかだけでもいいよ、歌って急にスマイルツインズが始まったんですけど予定にないスマイルツインズですね。え、じゃあ2人おるし、もっと盛り上げてくれるよね。イエーイ、イエーイ。ちょっと見よう、もうちょっと、もう一回来てみよう。盛り上げてくれますか？イエーイ、ありがとうございます。右側も盛り上がってね右側とか亀子さんとか多いのかはい、それでは私は端っこで歌うかもしれないんで、歌わないかもしれないんですけどダンスバリバリに踊るので見本はこの子にしてください。それじゃあ大事なところは私もこうやってやってるんで楽しそうだねそれじゃあ聴いてください、スタチファッション。友達に見えるな、イエズピー、ドキュッセー、それだけじゃ終われない、イエズピー、そばにいるの気づいてよ、届けられるチャンネルは、バトルばっかりしてないで、信じてよ私に、スナッチファッション、恋もセッション、オフセマッション、とてもリアルで安い感情、私はやめない、いつでもいいかもしれない。
たい。でもね、ありがとう。ごめんね。この後も楽しんでね。バイバーイ。